パーシバルポットパーシバルポットは18世紀のイギリスの外科医である。整形外科学の創始者の一人で、がんが発がん物質によって引き起こされることを疫学的に示した最初の科学者とされる。ロンドン出身の医師で彼はセイバーソロミュー病院などで外科医の見習いを務め、1736年に離発外科組合から開業を認可された。 1744年にセイバーソロミュー病院の外科助手になり、1749年から1787年まで外科医として働いた。18世紀のイギリスの外科技術の技術革新を行い、有名な外科医、ジョン・ハンターを育てた。1764年に王立協会フェローに選ばれた。1765年に王立外科医師会の前身である。 月会仕組み合いの会長に選ばれた。医学史上のエピソードとしては、1756年に、馬で帰宅中に落馬し、大腿骨を複雑骨折した。ポットは冷静に近くの家の扉で担架を作らせ、自らを固定させ、病院に運ばせた。当時の複雑骨折の治療で行われていたのは、切断で、その手術はしばしば排血症を起こさせ、命を奪う恐れがあったが、 ポットの固定は切断を回避することができ完全に回復することができた。骨折や脱臼に関する著書を書き、これは各国語に翻訳されてヨーロッパの医学に影響をもたらした。1775年にロンドンの煙突掃除人に煙突掃除人癌の多いことを報告し、ススがその原因であると推論した。これは化学物質が発がんの原因であることを示す。 最初の研究であった。この調査結果は1788年に煙突掃除不条例の実現をもたらした。脊椎カリエスはポット病とも呼ばれるほか、多くの外科疾患にポットの名前が付けられている。歴史は病気で作られるリチャード・ゴードン・クラマタ・トーマス。朝日時空出版 ISBN4 から882670240。ありがとうございます。